はい、皆さんどうもこんばんは、レイです。今回はスケボーについてちょっとお話を今日はしていこうかなという、トーク企画の、動画になっております。だから最近ちょくちょく、インスタグラムとか、まあ YouTube のコメント、まあ インスタグラムの DM が一番多いんですけど、なんかスケボーのメイク率の上げ方とトリックの、まあ、質の、まあ、上げ方とか、あとそのスケボーをしてるときになんかこう意識してることは何かありますかみたいな、まあ、その滑りじゃなくてそういうなんかメンタル的な感じのことを聞かれることが最近ちょこちょこあったので、まあ、たまにはちょっと、まあ、喋ろうかなと思って、カフェラテを片手に今日はのんびりのんびり喋っていこうかなと、思います。で、まあ、長々喋るとちょっと理解しにくかったり、まあ、なるべく簡潔に、まあ、話を進めていけたらいいなと、思います。とりあえず、テーマを、3つぐらい挙げて、まあ、今日は喋っていこうかなと思います。で、1つ目が、スケボーのメイク率の上げ方と、あとトリックの質の上げ方と、あとまあスケートボードしている時に、まあ、意識していること、まあ一番意識していることっていうのを、まあテーマに今日は喋っていこうと、思います。早速喋っていきたいと、思いますので、まあ興味のある人は、最後まで、よかったら見てください。というわけでいきましょう。スケボーのメイク率の上げ方から、まあ、ちょっと喋っていこうと、思います。で、スケボーのメイク率の上げ方って、まあ、結構難しいと思うんですよ。まあ、僕でも今こうメイク率を上げるためにいろんなこと頑張ってるんですけど、まあ、そのいろんなこと頑張ってるのってどんな感じで頑張ってんのかみたいなのを、まあ、ちょっと喋っていこうと、思うんですけど、まず、まあ当たり前のことなんですけど、自分が思ってる以上にスケボーを、乗らないとやっぱメイク率って上がらないと思うんですよね。だから週に、まあ、3回ぐらいしか滑ってない人と、まあ、週に6回滑ってるやつって、まあ、断然週に6回滑ってるやつの方がやっぱりそのスケボー上手くなるし、やっぱスケボーが上手くなるってことは必然的にメイク率もこう上がってくると思うんですね。だからまず大事なこととしては自分が思ってる以上にスケボーに乗ること、これが結構、まあ、やっぱり当たり前やねんけど、当たり前やけど意外とみんな できてないというか、まあ、抜けてしまってるって感じ。気づけば1週間ぐらい、スケボーやってない期間があったりとか、なんなら2週間ぐらいまともにスケボー乗ってないわって結構あると思うんですよ。で、それって結構メイク率悪くなる原因になるって僕は思ってるんで、なるべく乗るように、継続してずっと乗れるようにした方がやっぱどん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 メイク率は、上がってくるんじゃないかなって僕は思ってて、で、あとはまあこれは初心者の人にありがちというか、まあスケボーを始めて間もない人がなかなかこうメイク率が上がらんかったりみたいなの原因としては、スケボーを始めたてやのに結構いろんな技にこう手を出してしまう人っているんですね。だからそれするとなんかある程度技増えると思うんですけど、やっぱメイク率ってめちゃめちゃ悪いと思うんですよ。やっぱ10個ぐらいトリック、回しトリックができてももう10回に1回しか乗られへんみたいな、だから結構ありがちだと思うんで、やっぱそれやったらトリックをまあ3つか4つぐらいに絞ってそれをした方がやっぱりメイク率は上がってくる。で、そっからどんどん一つずつ技を増やしていった方がメイク率っていうのはかなり上がってくると思うんで、結構今そのいろんな技にこう手をバーって出してしまっている人は一旦ちょっと自分のお気に入りのトリック以外は一旦置いといて、そのよく乗れる技をもっともっとできるようにちょっとトリックを絞ってやるっていうのも、メイク率を上げるポイントになってくると、僕は、思います。はい、いっぱいあると思うんですけど、他にも考えればいっぱいあると思うんですけど、一番やっぱり大事になってくるのは
自分が思っている以上に滑ることと、まあ技をあんまりこう幅広くやるんじゃなくてちょっと絞ってやるっていう、まず乗る感覚みたいな、メイクする感覚をゲットした方がいいんで、自分が気持ちよくメイクできる、まあ回しトリックでもいいし、まあランプとかの技でもいいんで、自分ができる技をさらにやっていくみたいな、その乗る感覚、メイク率を上げるためにはやっぱりメイクできる技をいっぱいして、こうスケボーの技を乗るのが当たり前みたいな、こう習慣づけるじゃないけどっていうのをすればかなりメイク率は上がってくると、思います。はい、次、トリックの質の上げ方、これもまた難しいんですけど、トリックの、まあ、質を上げるために、まあ、もちろんその質を上げたいトリックを、まあ、数を打たなければいけないというのは大前提にあって、ただあともう一個大事なのが基礎不足みたいな、例えばフリップをするためにオーリーするのが、まあ、基礎になるんですけど、その基礎じゃなくてさらに基礎、わかりますか、そのフリップするためにもちろんオーリー大事だから、オーリーの基礎抜けてる人はやっぱフリップできひんし、もちろんワンエイティするためにも基礎であるオーリーをしなければできないんですけど、さらにその基礎、もうスケボーの根本的な、基礎が抜けてる人が結構多いと思ってて、でその基礎なんなんやって言ったら、プッシュ、プッシュ不足の人めちゃめちゃ多いと思うんですよ。特に最近はそのスケートパークがいっぱい増えたから、まあパークで滑る人って多分すごい増えたと思うんですよ。で、すごい広いパークとかやっとやっぱプッシュってするから、まあ必然的にプッシュって上手くなるんですけど、やっぱ最近のパークとかってそのプッシュしなくても結構ぐる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 回れちゃうパークが多いから、やっぱどうしてもねプッシュしない人が多いんですよ。だから分かりやすく言うと、サッカー始めていきなりシュート練習してるような感じで、試合中にパス出されたらドリブル練習しないからそもそもシュートまで行かれへんみたいな、それで言うとスケボーはプッシュがドリブルみたいな感じなんで、やっぱプッシュしないとこのスケボーそもそもトリックそもそもの質って僕は上がらないと思ってて、結構いやプッシュとか関係あるみたいな思うと思うんですけど、マジでプッシュって大事だと思うんですよ。で、やっぱプッシュ上手いやつって、やっぱスケボー上手く見えるし、実際スケボー上手いし、こう街中とかで、プッシュしてるやつとか見かけたりとか、まあパークの中とかでプッシュ見てたら一目でわかると思うんですよ。あ、あいつスケボー上手いな、みたいな。やっぱそういうやつって実際にスケボー上手いし、メイク率も良ければ、やっぱトリック自体の質も高いと思うんで、結構今この動画見てくれてる人で、あ、多分俺やって思ってる人ね、多分何人かいると思うんですよ。プッシュぎこいなとか、なんかプッシュあんまやってないなみたいな人って結構多いと思うんですけど、僕はプッシュ好きなんで、出勤するのもプッシュやし、まあ、どっかコンビニ行くのもプッシュやし、まあストリート回るとき、まあ電車乗らずに、まあ何駅ぐらいかはもうプッシュで移動したり、まあスポット飼育しながらプッシュしたりって言って、結構プッシュする時間って多いんですよ。そうするとやっぱり、プッシュが上手いからそもそもスケボー乗るのが上手くて、ほんならやっぱオーリーとかもスケボー乗り慣れてるからオーリーがやっぱ上手くなるんですよ。でオーリーが上手くなったらフリップとかもワンエイティとかもやっぱ上手くなる。だから基礎の基礎がかなり重要になってくると思うんで、そのトリックの質を上げるために重要なことってプッシュだと僕は思います。はい、なんでこの動画を見て、うーわ、俺全然プッシュしないわっていう人は、明日からでもね、ちょっとこうプッシュをして、スケボーを少しでも乗る感覚みたいな、まあ、サッカーでいうドリブルを練習してもらって、少しずつトリックの質を、上げていってほしいなと、思います。はい、まあこんな感じかな、トリックの質。これが結構マジ重要やと思うんで、あとはまあもちろん、一番最初も言ったみたいに、まあ数は根性論やけど、まあやりまくらないと上手くならないんで、まあ僕のオーリーハウトゥーでも毎回言うように、オーリー上手くなるためには、まあもう極論数って言うんですけど、まあそれとは別に質を上げるためにはプッシュが、重要になってくると思います。はい、で最後の
スケートボードしてるときに、意識してることなんですけど、これも結構ね、いろんなことを意識しながらスケボーをやってて、で、なんかバカバカしい話というか、そんなんちょっと恥ずかしいわとか、ほんまにみたいな話なんですけど、僕がスケボーをするときに意識してることは、めちゃめちゃ格好つけることです。やっぱスケボーは、格好つけてなんぼのものやと思うんですよ。やっぱ見てもらいたいし、で、格好よくなりたいし、で、結構それが重要というか、やっぱりこう、格好つけることって超大事。なんか入り込むみたいな。やっぱヘラ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 スケボーするよりかは、なんかこう、バカげたことにも本気になるみたいな。こう自分の世界にこう、入り込むのがすごい重要になってて。で、それめちゃめちゃ意識してて。だからこう、なんていうの、怒ってるわけではないねんけど、やっぱちょっとこうピリッとした空気感。こんな、わざ一個するのにも入り込んで、めっちゃ格好つけるみたいな。そう。終わった後は、全然普通にフレンドリーにした方がいいし、そこまでなんかこう変に格好つけたりすると、まあ、キモいやつになるから、やっぱそのスケボーするときだけは、こう、格好つけて、もうかっこよく見られる。もう自分はもうかっこいい。ナルシストになっていいと思うんで、もう自分のことは超かっこいいやつ。で、格好つけて、入り込んでスケボーをしようって僕は意識してて。それをしてるとね、やっぱり、なんていうの、かっこよく見えるし、で、実際にスケボーうまくも見えるし、うまくもなるし、で、さっき最初に話したその二つのこと、そのメイク率とか、まあ、質とかにも結構関係してくると思うんですけど、結構こう、ガッと入り込むのを僕は意識してて。で、あとは、スケボーを、まあ、練習するときに結構重要な、まあ、自分の好きなスケーターの真似をするのってすごい重要なんですよ。まあ、多分、見てくれてる人たち、多分自分の好きなスケーターっていると思うんですけど、まあ、そういうスケーターの滑りを見て、その動きを真似する。その動きを真似しながら、まあ、格好つけたりとか、まあ、いつもよりちょっとこうスピード上げたりとかっていうのをこう意識するんですけど、結構それも重要で。だから、格好つけることと、あとはその真似をする。まあ、上手い人の真似をする。あとその、まあ、自分の好きなスケーターの滑りを意識しながら滑ってみるっていうことをすると、やっぱ全体的にそのスケボーのトータルの感じがやっぱ上手くも見えるし、やっぱ気づけば上手くなってくると思うんで、結構そこは重要になるかなと思うし、自分が意識してることっていうのはその2つが多いかな。あと何意識してるかな。あとはまたこれプッシュの話になるんですけど、トリックを打って、まあ、ラインで、例えばカーブボックスで何かをして、その次にまた、まあ、レールして、で、最後に、まあ、ステアを飛ぶみたいな。まあ、スリートリックするラインがあったとしたら、なるべくプッシュはしないようにしてます。例えば、一発目のカーブで50かけました。で、次のレールに行くまでに2回プッシュするところを、まあ、1回だけとか。もしくは、1発目からめっちゃスピード出しといて、カーブトリックした後の次のレールはノープッシュとか。で、最後のステアまではワンプッシュして何か技するみたいな感じで、こう、映像を撮ったりとか、あとはまあ映像を撮らなくても、普段からスケボーするときになるべくこう、なんていうのかな、プッシュをせずに、こう、スピードあるような滑り。そう、さっき一番最初はプッシュしろ言ってたんですけど、かっこよく見せるためにはプッシュを減らした方がいいんですよね。あんまりこうプッシュしまくって技して、またプッシュしてプッシュして技してってやると、やっぱりこうジタバタしててあんまりかっこよく見えないんで、何かトリックが続くとき、2個とか3つとか4つとか技がどんどんつながるときは、なるべくプッシュはしないように、最初からスピード出して、コンパクトに、こう、綺麗に見えるように僕は意識してて、はい。その他、もちろんいっぱいプッシュするんですけど、そういうトリックが続くときは、プッシュを減らすみたいな。そう、2回のところを1回。で、もしかしたら、その2回のところを1回を、もっとスピードつけたら、0回にできるかもしれへんから、みたいな意識をして、僕はいつもスケボーしてますね。そうすると、やっぱり、なんていうのかな、
ダラ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 滑ってるように見えへんし、スピードが速いとね、なら全体的にもよく見えるし、まあ、かっこいいっていうのを意識してるかな。はい、まあそんなもんなんかな。あとはどうですか皆さん、なんかスケボーしてる時に僕はこんなこと意識してますとか、僕のトリックの質の上げ方はこんなこと意識してやってますみたいな、もしかしたら俺がこう今言ったやつよりもっともっともっとこう、うその考えの方が質上がるわみたいなのがあると思うんで、なんか俺なりの俺流のやり方ありますっていう人はちょっとコメント欄に、ぜひ書いてほしいなって思います。はい、僕のだからその質の、上げ方でトリックのメイク率の上げ方と、まあスケボーの、してる時に意識してることは、まあざっくりこんな感じかな。まあその僕が今言ったやつを、ちょっとでも参考になればまあいいかなって思います。はい、まあたまにはこういう感じでベラ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 喋る動画があってもいいんじゃないかなって思ってるんで、まあ不定期でなんか面白そうなテーマがあったら、やっていこうと思ってるんで、まあ気軽に皆さん、コメントとか、インスタグラムの DM で、メッセージお待ちしております。はい、というわけで今日の動画は以上になります。ありがとうございました。ではまた次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。